どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、なんと JAL が国際線就航70周年ということで、こちらを記念してキャンペーンがですねまとまって発表されましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回のキャンペーンですね、まず国際線のタイムセールで、またね70周年のチャーターフライトで、国際線 Wi-Fi 無料キャンペーン、またね海外ダイナミックパッケージのクーポン、またねディスカウントマイルキャンペーンもね来ているっていう風になりますんで、キャンペーンもりもりでね来ておりまして、またねこのキャンペーンもうね開始になっておりますんで、もしねこの動画を見て利用したいなと思ったらですね、できるだけ早めにね検索していただければなと思います。ということで早速ね内容に入っていきましょう。ということでこちらがね公式サイトっていう風になっておりまして、 JAL 国際線就航70周年 JAL インターナショナルフライトということで、世界の空と思いをつなぎ続けて70年、これからもお客様と共に感謝を込めて様々なキャンペーン展開しますということで、まずねタイムセール、チャーターフライト、 Wi-Fi 無料、ダイナミックパッケージ、ディスカウントマイルということで、一つずつね見ていきたいなと思います。もうねこちらに出ている通りですね、往復ホノルル7万7000とかね出てますよね。やばくないですか。しかも日本国内乗り継ぎも無料ということで、めちゃくちゃいいですよね。でまずですね、国際線の、タイムセールですね、2023年11月の2日から、2023年11月の9日23時59分までで、搭乗期間ですね、来年の1月の15日から3月の15日、路線ごとに特定する期間というふうになっております。で初便就航地を記念価格でということで、ホノルル 77,000、サンフランシスコ 97,000 から利用することができて、ハワイ線乗り継ぎ運賃なら国内からの乗り継ぎも追加料金なしということで、かなりね安いですよね。 77,000 往復はすごいですよね。で今回ねハワイとサンフランシスコ記載ありますけども、かなりねいろんなところが対象になっているっていった形になります。上海から北京、広州、グアムとかね、あとホノルル、こちらですね、一番利用される方多いのはやっぱりここなのかな。はい、ホノルル路線77,000円、バンコクも往復77,000円ということで、かなり77,000円で設定されているところ多いんですね。ジャカルタとかもそうですね。東京、サンフランシスコ97,000円、デリーが97,000円ですね。でニューヨークとかロサンゼルス、シアトルだと14万円っていう感じですね。あとヨーロッパ方面も14万円が設定されております。でホノルルちょっと見てみましょうか。どんな感じなんですかね。あ、49,650円、今これで96,770円、まあ7万7000までいけないですけども、まあでも10万円切ってるんだったらね十分安いんじゃないでしょうか。はい、12月だとこんな感じですね。もうちょっと見ます。1月とか見ましょうか。多分1月の中旬とか一番安いと思うんですけどね。でもここまでなってくると寒いのかな、1月って。ハワイの1月は、あ、でもそれでも92,420円なんで、まあ、結構悪くないですね。まあ7万7000円まではねいけないですけども、で3月だ、2月の終わりとか3月の頭まででしたもんね、キャンペーンは。あーでもありますね、48,000円、あ、43,000円があるな。43,000円はこっちにはなそうですな。これ43万だな。はい、ですんでまあここら辺の価格ですかね。92,420円、まあここら辺で、往復ね、エコノミークラス、JAL で利用することができるっていう風になりますんで、まあ、10万円切ってますんでね、結構いいんじゃないかな、なんていう風に思います。はい、こういった形になりますんで、ぜひね、気になる路線ございましたら、チェックね、してみていただければな、と思います。まあ、何回も言ってると思うんですけども、こちらね、タイムセールになっておりますんで、できるだけ早めにね、利用させていただいた方が、運賃自体はね、安く取れるっていう風になります。それでは次行きましょう。チャーターフライト、70周年記念チャーターフライトが、成田空港からホノルル、またサンフランシスコへテイクオフということで、まあこちらね、パッケージツアーが組まれる感じですね。まあこちらね、結構高いと思うんですよね。いくらぐらいするんだろう。あ、こちらまだなんですね。11月の16日に募集開始ということで、まあお値段とかも、そこら辺でね、発表されるみたいですね。はい。でも、ルート的にはですね、成田空港から、ウェイキ上空を追加して、ホノルルに着いて、ホノルルから
またサンフランシスコに行くみたいな、まあそういった感じなんですね。結構お値段は高そうですけども、興味のある方はぜひね、チェックしてみてください。では次ですね。これいいですよね。JAL 国際線70周年 Wi-Fi 無料キャンペーンということで、国際線の Wi-Fi がね、無料で利用することができるキャンペーンというふうになります。対象期間は2024年の2月の1日から2月の29日搭乗分。対象便は JAL 国際線運航便全路線というふうになりますんで、コードシェアじゃなかったらですね、全部の路線ね、国際線 Wi-Fi 無料で利用することができるっていうふうになりますんで、この機会にね、搭乗ある方はめちゃくちゃいいですね。で、申し込み方法はね、機内接続方法は確定次第ホームページにお知らせしますということで、多分 Wi-Fi コードみたいなの配られるんですかね。はい。私がファーストクラスとかで乗るときは、アクセスコードみたいなのをもらった気がなんとなくするんですが、多分それじゃないのかな、違うのかな、ちょっとそれはね、またお知らせになっておりますんで、こちらね、利用する方は後でね、確認してください。いや、これはめちゃくちゃいいですよね。やはりね、国際線乗るときにですね、Wi-Fi が無料で使えるって本当にいいですもんね。今ね、シンガポール航空とかね、いろんな航空会社で、機内の Wi-Fi どんどん無料になっておりますんで、ANA、JAL もね、この Wi-Fi 無料ね、ぜひ入れてほしいですよね。まあ、機内でね、YouTube 見たり、また動画配信サービスとかをね、まあ、好きなの見れるようになればですね、非常にいいですよね。それでは次にですね、ダイナミックパッケージタイムセール年末年始お休みのチャンスということで、こちらね、最大3万円の割引がね、受けられるって言った形になります。まあ、これはですね、基本的にね、マイラーの方はですね、これパッケージツアーなんで、ホテル等々もね、一緒になっていることがね、多いですので、利用される方ね、かなり少ないと思いますけども、まあ気になる方ね、いらっしゃいましたら、ぜひね、こちらは、各自ね、チェックしてみてください。ちょっと私はですね、やはりこのホテルがね、一緒になってるとね、価格自体は結構上がってしまう傾向がありますんで、利用したこともね、本当に昔、新婚旅行とかだったらね、利用したことあるんですけども、それ以降はですね、マイラーになってから一回も利用したことないので、まあ気になる方はぜひね、チェックしてみてください。次にこれですよね。ハワイ北米東南アジア線国際線 JAL 特典航空券ディスカウントマイルキャンペーンということで、いやー来ましたね。はい。11月のご予約で12月1月3月搭乗分のマイル数 30% オフっていった形になります。で、内容ですね、期間中 JAL 国際線特典航空券で基本マイルでお申し込みいただける席に空室がある場合に通常より少ないマイル数でお申し込みいただけますということで、これがね、結構あれですね。はい。JAL の国際線はね、ダイナミックアワードっていう風になっておりますんで、必要マイル数がね、上がっちゃうんですよね。空室が減っていくと。ですので、この基本マイルのところじゃないと利用することができないっていった形になります。で、特別な、お取り続けは不要ですということで、こちらね、普通に見たら減額マイルの表示になっているんでしょうかね。はい。特にお申し込みは不要ですって書いてありますんでね。はい。エントリーなどもいらないって言った形になります。で、期間がですね、2023年の11月の2日から11月の30日、搭乗期間が2023年11月の20日から2024年3月の15日までということで、春休みまで行かないですけども、かなり長期間ね、この減額マイルキャンペーンやっているっていう風になりますんで、 JAL マイルね、保有されている方はね、かなりいいのではないのかななんていう風に思います。で、対象のお客様は JAL マイレージバンク会員ということで、対象路線ですね、東京からハワイホノルルですね、あと東京コナ路線、東京ニューヨークサンフランシスコ成田路線、あと東南アジアジャカルタハノイホーチミンバンコクマニラ路線ということで、いや、いいですねはい。クアラルンプール、シンガポール、バンコクは対象外っていう風になっておりまして、日本国内を含む、予定もご利用いただけます。エアコミューターを除く。で、JAL 国際線特典航空基本マイルでの予約は対象っていう風になります。ですので、ホノルルとかね、ニューヨーク、サンフランシスコとかね、行かれたいっていう方はかなりいいのではないのかななんていう風に思います。ですけども、こちらはね、ディスカウントマイルということで、JAL マイルでね、予約いたしますんで、燃油サーチャージがね、かかってくるっていう風になりますんで、まあ、この点はね、覚えておいてください。で、必要マイル数ですね。東京からハワイの場合は、本来、2万マイルのところが1万4000マイル。いや、すごいですね。ってことは往復2万8000マイルってことですよね。座席が空いていれば。はい。これはすごいですね。で、
北米路線はニューヨークが 17,500 マイル、ビジネスクラスだと 35,000 マイル。いやこれはいいですね。7万マイルでニューヨークを往復できちゃうんですね、ビジネスクラス。これは本当にすごいですね。ネインサーチャージがね、もうちょっと安かったらね、飛びつきたいぐらいですけども、まあこういった形になります。で、東南アジア路線ですね、マニラ、ジャカルタ、ハノイ、ホーチミン、バンコク、こちら大阪便限定ということで、いやめちゃくちゃいいですね。はい、1万マイル台から1万マイル以下でね、行くことができるっていう風になりますんで、ホーチミンとかね行きましたけども、めちゃくちゃ良かったんで、いやぜひねこの機会に行かれるのもねいいんじゃないかななんていう風に思います。ホーチミンはね、ビジネスクラスの対象っていう風になっておりますんでね、まあ、ちょっとシンガポール、クアラルンプールとかバンコク、東京路線がね利用できないのはちょっと残念なんですけども、まあ、これでもねかなりお安いですね。じゃあこちらもちょっとね予約検索してみましょうかね。では東京からホノルル路線、ちょっと検索しましたけども、果たして基本マイル数で取れるところなんて現実的にあるのだろうかっていう話ですけども、カレンダーでは出せないんだな。あ、でもありますね。はい、11月の19日、20日、21日、全然ありますね。あ、全然ありますね。はい、多分これ開放も多分されてるんでしょうね。いや、めちゃくちゃある。めちゃくちゃあります。はい、ですんで、まあこちらね、利用できないってことはなさそうですね。普通に開放されているっていう風になりますんで、はい、1万4000マイル全然出てきます。問題はこれですよね。これ。これですね。はい。片道ね、31,540円かかってきてしまうっていう風になりますんで、まあこれはね、もうぐっと飲み込むしかないですね。使用マイル数が少ないんでね。はい。ですけれども、片道14,000、往復28,000マイルで、このね、ハワイ路線ね、利用することができるっていう風になりますんで、これはめちゃくちゃいいですね。まさかね、こんなに開放されてると思わなかったんで、非常にびっくりです。ですけども、利用されたい方はですね、ぜひこちらチェックね、してみていただければなと思います。ということで今回ですね、JAL が国際線就航70周年記念ということで、キャンペーンね、打っておりますんで、ぜひね、興味のある方はチェックね、してみていただければな、なんていうふうに思います。特にね、ディスカウントマイル、ちょっとね、ネイサーチャージがかかってきてしまう部分はあるんですけども、まあ、必要マイルですね、かなり少ないっていうふうになりますんで、ぜひね、チェックしていただければな、と思います。で、またね、12月から、ネイサーチャージ引き上げはもうすでに発表されておりまして、またね、大幅にアップするっていう風になりますんで、このね、ディスカウントマイル、まあ、減額マイルキャンペーンの方ね、利用されたいっていう方は、ぜひね、今月中にね、予約するようにしてください。来月行っちゃうとね、片道は多分1万円ぐらい上がっちゃうと思いますんで、ちょっとね、そうするともったいないっていう風になりますんで、今月中に予約するようにしてください。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。